ウィリアム・ドラ・ポール、初代サフォーク校、初代サフォーク校、第四代サフォーク博、ウィリアム・ドラ、ポール、ウィリアム・デ・エレ・ポール、ファースト・デュック・オブ・サフォーク、ファースト・マーク・イス・オブ・サフォーク、フォース、アール・オブ・サフォーク、KG、1396年10月16日から1450年5月2日は、100年戦争期のイングランドの主要な司令官の一人で、あり、 後に、王室自従長として、国王ヘンリー六世に仕えた貴族である。第二代サフォーク博、マイケル・ド・ラ・ポールとキャサリン・ド・スタッフォードの次男として、サフォークのコットン、コットンで生まれた。若い頃から百年戦争の主戦場であるフランスに従軍しており、1415年にで重傷を負い、この時に父も戦死した。同年のアジャンクールの戦いで、兄の 第三代サフォーク博、マイケル・ドラ、ポール戦死したため、ウィリアムは爵位を継いで、第四代サフォーク博になった。1428年のオルレアン包囲戦の際に、総司令官ソールズベリー博、トマス・モンタキュートが戦死すると、サフォーク博は、公認として、総司令官に昇進、シュルーズベリー博ジョン・タルボット、トーマス・スケールズ、ウィリアム・グラス・デールらと共に包囲網の指揮を取った。 この包囲網は、翌1429年5月に、ジャンヌ・ダルクラの活躍で壊滅し、グラスデールは戦死、サフォーク博は、ジャル城まで交代するが、後世に転じたフランス軍は逆に6月11日から、ジャル城工場戦を展開し、翌12日に城は陥落、サフォーク博は、フランス軍の捕虜になってしまう。シュルーズベリー博とスケールズもベッドフォード工場の命令で、 パリから南下したジョン・ファストルフの援軍と合流したが18日にパテへの戦いで敗れて捕虜となりイングランド軍は撤退1431年に多額の身の白金を払って解放されるまでの2年以上もの間サフォーク博はフランスをシャルル7世に捕らえられていた。捕食されて帰還した彼は国王の自重になり当時イングランド国政の中心にいて ローマ教皇の信任も扱ったヘンリー坊ー,ーと数奇教と連携するようになる。この時期のサフォーク博の最大の功績は1444年にヘンリー六世の日としてマーガレット・オブ・アンジューを迎えるための交渉をまとめ上げたことであり、同年にこの功績で彼はサフォーク公に昇進する。サフォーク公自身は1430年11月11日にアリス・チョーサーと結婚。 これが縁で1445年に生前義父が勤めていたボリングフォード城の城主に治むアリスが暴報と数奇教の母方の1名でもあったことから暴ーと派の領主となっていった。1447年にグロスター公フハンフリーと暴報と数奇教が亡くなると残ったサフォーク公がヘンリー六世政権の影の実力者になった。早速彼は 自分自身を王室自重長や海軍司令長官等の養殖に任命、同年にペンブルック博に列せられた上、翌1448年にはサフォーク校に列せられた。人事でも県政拡大をもくろみ、1445年に防法と数規教の追いにあたるサマセット校へドムンド、防法とをノルマンディ総督に起用。反対派のヨーク公リチャードを1447年に、 アイルラン総督として遠ざけ、他の大貴族の発言権も縮小させた。さらに、一人息子ジョンとサマセット公の名、マーガレット・ボーフォートを婚約させ、ボーフォート家との連携を強化、事実上政権を掌握した、サフォーク公は、ヘンリー6世とマーガレット夫妻の信任の下で、権制を振るった。だが、こうした、先制体制は後戦派は、元より大貴族。 議会や国王側近など多くの反感を買い、1444年の結婚でフランスとの和睦を図り、トゥール条約を結んだ際に、メーヌアンジューをフランスへ、私条件が1447年にばれ、非難された。ノルマンディの入植者からも和睦と引き換えに、大陸領を犠牲にするサフォーク公の姿勢に不満が相次ぎ、公線派のヨーク公に対する期待が高まっていった。 さらに、続く3年間の北フランス戦線は、完敗状態であり、1448年3月に、ルマンを、フランス軍に奪われ、サフォーク港は、なんとか、急戦交渉を打結すべく努力したが、1449年3月に、フージェールが、大陸のイングランド軍の独走で落とされると、フランスが報復しノルマンディ征服作戦を展開。 ノルマンディ方面の重要拠点ルーアンもフランス軍の猛攻前に114日に陥落してしまった。この大敗戦によるサフォーク港の権威失意は免れず1450年1月28日に逮捕されロンドン島に収監される。3月に彼は5年間追放の刑に称され4月30日にイングランドを去ったが追放先に向かうフランスへの船旅の最中に 待ち伏せによって5月2日に暗殺された。この殺害がイングランド内の反対派によるものなのか、それともフランス軍によるものなのか、事実は謎のままである。サフォーク港が失脚した後の4月15日に大陸のイングランド軍はフォルミニの戦いでフランス軍に大敗、ノルマンディの残りの領土もすべてフランス軍に奪い去られ、100年戦争はフランスの勝利が決定的となった。 遺体は、サフォーク州のウィンフィールドに返還され、ウィンフィールド大学の教会内に埋葬された。サフォーク公の死後、サマセット公が変わって、ヘンリー六世の側近となったが、ジャック・ケイドの反乱やアイルランドから帰還した、ヨーク公の政府弾外、ヘンリー六世の精神障害など政局は、不安定で大陸の戦況も覆せず、100年、戦争は、イングランドの敗戦となり、 側近政治の不満もあってバラ戦争が勃発した。息子ジョンは後に第二代左方ク公になった。アリスチョーサーとの間に一難を設けた。また、ジョーン、1430年頃から1494年という書誌があり、1450年以前にトマス・ストナーと結婚した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。